大鳥居という豚家うなぎ姫神社は、大分県由布市にある神社、式内社で、旧社格は、県社、六諸宮とも呼ばれるほか、木綿神社、木綿山の神社の通称もある。祭神は、以下の六柱、六諸宮の別称はこれら六柱を祀ることによる。由布院盆地盆地は古くは湖であったが、うなぐ姫が開拓したと伝える。現在の祭神は、 上記のように六柱の神々である。一方、演技式神明帳に記される社名は、うなぎ姫神社であり、活録国史における深海、宝所は、うなぎ姫神に対して行われていることから、当初の祭人は、うなぐ姫であったと考えられている。うなぐ姫の名について、うなぐとは、曲がたまなどの首飾りを意味するとし、こういったジグを身につけた女主張の巫女が神に、 展示たと推測されている。一方、うなぎに由来するとする説もある。このうなぐ姫に関して、古くは、湯布院盆地が湖であったという伝説がある。この中で、湯布岳の神であるうなぐ姫は、目の前に広がる湖を見て、力持ちの大男に命じて、岸辺を蹴破らせた。男が蹴破った結果水が抜けた湖は、盆地となり、その後を、 現在の大分川が流れるようになったという、大男は、道の海命と名付けられたといい、現在も抹社の祝列門源者に祀られている。また、湖の乾き残りが、近隣湖となったという伝えもある。しかしながら、盆地の底にあたる地点から土器が発掘されたこと等も、あり、考古学的、地質学的には、湖伝説の真偽は明らかとされていない。 伝承の交渉として、うなぎ姫を文語国風土器にも見える、即つびめとする説や、姫彦星の指摘がある。なお、大分県から発見された古文書、植津文によると、うなぎ姫は綿花の栽培を司る神様であり、この辺り一帯が湯布と呼ばれていたことからも、かつては木綿の栽培地であったことが推測される。鎌倉時代に、この上津文を書き表したのは、 初代、文語国主の大友義直公であり、その記述は参考に値する。社殿によれば、宗師は、慶光天皇十二年十月であるという、神社名最長では、慶光天皇が、生成の折に、当地で祭りを営んだといい、同天皇三年に、即津姫が直を報じて宗師したという伝承を伝える。当社は湯武岳の南西山麓に鎮座している。打罪館内市では、 木綿んに増す神なので、木綿の神社とも言う、という記述があるほか、文語国史でも、うなぎ姫神は、ゆぶ山神であると記されており、もともとはゆぶだけを、神体山として成立した神社であると見られている。一方、ゆふいんぼんちが古くは湖であったという伝承に、基づき、うなぎを精霊として祀ったことに始まって、後にゆぶだけの神と集合したという推測もある。 国史の書見は、下唱2年に、十五石下の深海に除せられたという記述であり、元領7年には、聖五石下に少女された。これらの宝女は、うなぎ姫神に対して行われている。平安時代中期の縁起式神明朝には、文後国早見軍に、うなぎ姫神社と記載され、式内社に列している。江戸時代までは仏山寺と集合していたが、神仏分離により現在の姿となった。 明治6年には近代社格制度において校舎に列し、大正12年には県舎に昇格した。境内は1万坪を超え、杉の古木に囲まれていたが、平成3年の台風で、数多く東海等の被害を受けた。本殿は、朱塗りの流れづくり。また、大鳥居が、湯布院の中心部に立つ、境内車境外抹車大所車と、大杉所在地交通アクセス注釈出店。 ありがとうございます。